はようございます。ティラット申しまーす。エグディマティアス噛んだくっそ、何回か故障したのに。エグマティアス実況プレイやっていきたいと思いまーす。こちらの作品は、前回あれだね、何回かやったことあるんですけども、トトトさんって方ですね。はい。多分過去にもうやったことある方の、結構前に出たゲームなんですけど、これをね、見てこのレトロ感これですね、RP スクール MV ですよ。MV っていうとどういうことかっていうと、まあ簡単に言うとハロロドが出てくる作品があるんですけど、それで、ファミコンの世界観が、すげえな。僕、過去に作ったことあるけど、こうはならへんからな。もうタイトルからね、このレトロチックな感じ。相変わらず好きなんで、レトロチックな感じは。やっていきたいと思います。じゃあ、行くか。この世界は、滅びへ向かっているだろう。人間と魔物は共存できない。それはそれぞれの王が定めたことだった。魔界の王かな。あ、ピッて音する。すげえ。だからこんな悲劇が起こってしまった。ほら、押していくとピッピッて音する。レトロ感あるな。アマルティアを背負ったものを探さねば。真のエグリマティエクスごと必要な存在だ。これ、今日、ずっと噛み続けんのか俺もしかして。おお、名前によくできる。ハオス。じゃあ、まあ。僕のね、名前はティラと申しますんで、一応。まあちょっと、せっかくだから、ティラくんにしておこうかな。主人公の名前ティラくんにします。今日これ、ここでティラくんです。よろしくお願いします。ティラくんです。名前、10文字まで入力できんな。メニューからセーブができます。戦闘に敗北するとゲームオーバーとなり、ああ、なるほどね。まあ、素直な RPG 的な感じやね。OK。おう!うわあこれが MV! あ、もう動けるね。ちょっと待ってね。あ、Y ボタンでメニューを開く。じゃあセーブして。もういきなりなんか、あれだね。レトロチックだな。いきなりこう、始まる感じね。いいねー。この洞窟じゃ、あ、もう戻る気はない。なんかあったんだね。あ、すごい今じゃ考えられないんですけど、昔のね、ファミコンゲームって、本当に一方向だったんですよ。ドラゴン、ね、かの有名なドラゴンクエストだって、一方向しか主人公って歩かなかったんですよ。だからずっと前。だから後ろ視点とかないのよ。いやー、これいいな。ちょっと俺好きだわ。あ、なんか昔ファミコン時代のあれを思い出すんだけど、この一方向歩き。ちゃんと山とかは動けたりはしない。おお!来た!スライムポーカーしてくれ。ティラ君は先手を取った!いけ、ティラ君!魔法、ピーキー、癒しの魔法、200程度回復する。あ、必殺技っていうのは多分、あれ必殺技、でも TP はないな。よし、いけ!スライムポポ。いけ、ティラ君!いけ、ティラ君!ミス、ティラ君、ティラ君いけ!まあ、しばらくは多分こんな感じだな。あ、ティラ君の勝利。わあ、いいな、交換音いいよ、この。ティラ君はレベル2に上がった。やったな、ティラ君。基本的にやっぱファミコンだから1対1の戦闘なんかな、多分。そんな気がするね。へぇー。わぁ、この一方向でスッスッって進むか、あ!なんだなんだ?うぃひひひ。見ちゃった、見ちゃいました。まさかあの場所から抜け出せる人間がいるとは思いませんでしたよ。おーっとっとっと。そんな今にも私を抹消せんばかりのシャツに駆り立てないかさよ。そもそも主人公いきなり出てきたからさ、主人公の立ち位置もわかんないよね。勇者かどうかはわかんないからね。あくまで人間だったもんね、さっき見た時も。心配しなくとも、他言無用ですし。私は半分ぐらい人間じゃないので、人間のルールには興味ないのですよ。他言無用?私は通り過ぎのさすらいの商人、スキアと申します。あなたがどんな人間であるとも、平等に商品はお売りします。きっとあなたにも気に入ってもらえる商品があるはず。心でやったのは運の月。囲碁虫力器を。運の月って言うんだね。何かの縁じゃなくて運の月言うんやな。
なるほどね。でもそうだよね。なんか洞窟でさっき戻る気はないってあったからさ、なんで洞窟行ってたかも気になるな。あ、装備ちょっと気になるな。鉢巻きと服だったわ。武器ないわ。こいつ素手で戦っとったわ。じゃあ早速、あ、何？ところであなた、これからどこへ行くのです？この世界はあなたへの居場所なんてありませんよ。え、もう存在否定されてんじゃん。ちょっとゲーム開始5分からさ、存在を否定される主人公の気持ちになってくれよ。何？西の大陸を目指すと。まあこの東の大陸くらいマシですよね。でもあなた今めちゃくちゃ弱いじゃないですか。西の大陸は強い魔物が多いというのに。この北の森にいる大地の精霊とか倒したら見たらどうです？多少力がつくかもしれませんよ。レベルが5もあれば倒せるはずです。ああ、優しいな。ちょっとこの辺り優しいな。何？いきなりさ、南行ってさ、キメラあたりに続かれて殺されるってことはないのな。あと、ケントさんってくれ。そう。それは僕もそう思います。なんか、こいつ素手だったんだなって思ってさ。もうこいつ素手だったんだなって思って、はい。ああ、なるほど。情報。あ、なるほどね。まあ、要するに、詰まったらこの人のとこ行って次の目的地を探せってことだね。じゃあどんな感じなんだろう。ああ。まあだから、素直にね、序盤はレベル上げしてレベル5で、北の大地の精霊、精霊倒すの？ちょ待って、精霊倒すの？ちょ、もう一回聞かせて。精霊倒すの？北の、まず。あ、なるほどね。まあレベル5ぐらいで通常の攻略法ってことやな。精霊倒すの？いいの？その世界観。いやー。ダメだとは分かってんだよ。でも、西の大陸の方に向くとどうなるのかな。ちょっと気にならない？これさ、もう、RPG あるあるなんですよ。ダメだって言われてるの。西行くとどうなるのか気になりません？ちょっとセーブして、ここはまだスライムポッパーだったね。ここセーブして、ちょっと西に、あ、あらあら、また増えました。あ、すいませんでした。いや、さっき。くわー、読んでるなー。私が何人もいるのか。めたいこと言うなよ。というわけでですね、まあ、アドバイス通りになっちゃったわけですけど、そんな誘導にね、引っかかって、装備を買って、この通り。まあ、ソードと、盾を買ったわけですね。じゃあ、北行くか。あの人何人も配置されてると思わなかったな、自分も。あ、こういうとことか気になるけど行けないっけ？あれ。あ、ちょっと、かわいい。これ何？街に入る気はない。街の外には誰もいないようだ。街に入る気はない。あれだよね、主人公もなんかさ、居場所ないって言ってたもんね。確かに。街に入る気はないってどういうこと？北の森って言ってるけど、これはもう北の森なんだよね、多分。あの、てっきりさ、僕もね、ちょっと初め思ってたんだけど、あ、ここ森だな。あれだ、1マップで完結してんだ。だから、なんだ？例えばこの、ここは街だとして、今、ここに見えてるこれ。街だとしても、ウィンドウが開くタイプだよね。だから他のマップに行くじゃなくて、多分ここはもうボスなんじゃないかな。ワンマップで完結するタイプだったかな。説明文にもそう書いてあったしね。だから、ここに、あ、そうだ、祠の奥だからもうここ森なんだ。あ、なんで人間がこんなところに来てるの？なんで？もう関わらないって決めたんじゃ。え？私を倒す？ああ。そういうこと？最低ね。結局こうなるのね。私はもう誰とも関わりたくなかったのに。やっぱり人間ってうっざいわ。無理、本当に無理。嫌い。死んじゃえよ、あんたたち人間なんて。死ねえ。あ！大地の精霊フィト、初めてのボスだね。なんで精霊倒さないといけないかだよな、そもそも。もう、ちょっと暗いもん。あ、やべえ、防御高く、うわ、強っ！いや、まあ、でも、回復しつつでいけると思うけど、ちゃんと防御高えな。さすがに精霊だけあんな。今までのコウモリたちと違う。大丈夫。あの、1対1の戦闘だから、
素直にやれば負けない。素直にやれば負けないんだよ。なんで精霊倒さないといけないんだよ。確かに。大丈夫か？自利品になって負けるとかなしだよ。いけるとは思うけど、あ、ミス、やった。ラッキーラッキー。基本的には攻撃だけか。お前もやることは。大地を揺らす。うわ！やばい。きつい、それ。なんだ、今、あ、ちょ、待って、ジニの品じゃないか、これ。これ、あれ、嫌な予感がする。あれ、大丈夫か？もう、これ使えないぞ。アイテムないの？アイテムね、買い忘れてる。頑張れ！あ、よかった。よくはない！決してよくはない！嫌い、嫌い、嫌い。お前も人間も魔族も魔王もみんな大嫌い。こんな世界滅んじゃえばいいのに。ああ！四天王の一人。四天王の一人。四精霊のっていうだけであって四天王なの？あ！倒したじゃない、死んでんだ。すでにここの精霊は死んでいるだ。精霊がどっち側かもわかんないけどね。うわ、なんか、ダークな雰囲気になってきましたね。楽しそうに言うなよ。あ、どうもどうも。まあ、あなたのご推察通り倒しましたよ。おー、さすがですね。大地の精霊をいとも簡単に倒してしまうとは。そのノリで、魔王とか倒してみたらどうです？魔王からとか倒してみたらどうですっていうのはどういうことなの？つまりどっちかっていうと、魔王の使いではないと、この主人公は。魔王といえばさ、人間たちに英雄として称えられるか、魔王城のとて安息を得るか。悪くない話でしょ？興味を持ってまた嬉しいです。魔王城に向かうには4つの精霊を倒す必要なのです。魔王城の道が奴なんて封じられてますからね。え、なに？じゃああの精霊たちは何？魔王の使いだったってこと？あのこっちの何？世界的な精霊なのか、それとも魔王的精霊なのか、どっちかだよね。でも魔王も嫌いって言っとったからどうなんだろうね。なんと、あなたは先ほどその4つの11つを倒してしまった。これはもう余裕シャクシャクなのでは？そんなわけでしらみつぶしのつもりでいいのですよ。暇つぶしでっつったわ。私もそのためにいい品物をあなたに提供するつもりです。あなたは誰なんだ？むしろ魔王軍なのかこっちの味方なのかわかんないもんね。あ、もちろん定価ですけどね。値下げまでしましょうよ。これも商売なんでね。あと3つの精霊を倒せば魔王城の道は開かれます。次はこの先を進んで南を目指すといいですよ。楽しみにしますよ。あ、で、こうやって道開けてくれるわけね。さっきまで当選もしてたけど。じゃあ、それとも私と、そう、君とお話をしたい。ああ、ダメ。南にいる砂漠か。火の精霊、ホティアを倒すのがよろしいかと。精霊が10あれば、ありがとうございます。ありがとうございます。そんな、もうご丁寧に物理な特技。あなたは人の住む村や町、城には入ろうとはしないと思いますが、たまに住居の外に人がいる時があります。気をつけてくださいね。なぜ気をつけなければいけない？そう、なぜ気をつければいけないだよね。むしろそれは気を、行ってみたい感まであるけどな。じゃあ、とりあえず回復ポイントはないみたいなんで、買い食いしましょうか。デブ超多くが出現。ほんとだ。名は心を表すというが、確かにデブッチョだ、お前は。ちょ、待って、やべえ、回復忘れてた。危ねえ。回復、ちょっと、回復したいっす。でだよ、さっきちょっとチラッと見えちゃったんだけどさ、あん。でだよ、これよ、城。RPG といえば城ってとこあるからな。本来なら入れるんですけど、この RPG は入ろうとはしないんだよね。まあ入らせるんだけど、はい。城下町に入る気はない。町の外には誰もいないようだ。え、なんだ、いないの？こうやってしたらさ、誰か来ないの？誰か来ない？あ、誰かが現れた。
ランダムエンカウントだったか。城の兵士がすげえ。まあ、それ、4回もあんな踏み合わせとったら来るわな。大丈夫かな城の兵士。あ、2回攻撃。MP がいるのかい ?MP を、あ、MP を使うのか。あ、倒した。いろいろと問題。ここの町も入れない。ああ。キチフラワー深くは突っ込まんぞ。深くは突っ込まんけど。なんかあれだな。うん。ちょっといろいろと感じるわ。なんかいろんなものを。君の笑顔からいろんなものを感じるよ。で、町だよ、町。これも行けないんでしょ?あー。これもさ、何?あ、これ誰になるの?え?え?ダメだよ!え?え?え?いやいやいや、ちょっと見逃さない?あ、よかった。逃げ出すこともできるわけか。町の弱い女の子とか出ちゃうの?ちょ、怖い。これも?ああ、出ちゃうんだ。いや、ダメだよ。でも、もう兵士倒してんだよな。いろんな意味。いや、でも逃がしてはくれるんだよね、絶対。ちょっと待って、逆にさ、防御するとどうなるんだろう。何してくるの?あ、怯えているなんだ。そりゃそうだわな。いろんな意味で怖いわな。ああ、なるほどね。細かいな、こういうところ。もうでも一回倒しちゃってっからな、俺。これさあ、あれかい?大丈夫かな?もう城の兵士一回倒してんだわな。じゃあちょっと、すいません!オーラ行くぜ!うわぁ、よ、うわぁ、もうなぁ!なんで100、おいおい、こんな弱い女の子が100の経験値をもらうな。さすがにちゃんと当選簿してるわ。南に行けってことですね。通行の邪魔になる場所に行くことに手広がる賞金付き合うと私のことです。なんてね。この橋は日中の体育に行けるわけですが、あなたにはまだ早いってことですよ。強い魔物も人間もたくさんいますからね。ああ。まずこの東の大陸の大事なセリを倒すことですね。言うてもあと一つ。だから、東と南をやらないといけないってことか。まずは南行けってことだよね。そっかー。強い人間もいる。あれ?あ、魔導書!魔法も覚えるってことかー。あれ待って。アマルティアを背負いすぎたものって書いてある。あの冒頭のやつだ。背負いすぎたもの。アマルティアを。何?なんかこういう説明文見るとちょっと考えさせられるんだけど。背負いすぎた。エグニマティアです。でもやっぱ噛むな、これ。うん、いつになったら噛まなくなるんだろうね。砂漠にも街がある。どうなるんだろう。はい。うん。いや、ちょっと、多分何回か行きゃ来ると思うんですよ。なんで、ちょっと見てみましょうか。あん。ちょっと街の人いるんでしょ?誰が来るの?まあ、あっちの女性になっちまったよ。どうなるんだろう?攻撃してくるのかな?命乞いをしている。そらそうもなるでしょう。そらそうでしょう。しかしごめんなさい。もう、俺はもう、やっちまったんだ。俺はもう一人やっちまってんだ。二人か。もう二人やっちまったんだ。後戻りはできねえ。気になってたんすよ。街で誰かが来るってことはですよ。はじめスルーしてたここって誰が来るんだ?誰か来るってことだよね。町の弱い女の子と町の女性ですよ。ここも誰か来るってことだよね。多分。来るかな?それとも本当に来ないかどっちからね。あ、来た!町の弱い女の子の子町の弱い男の子、うろたえているまあ、うろたえるわな。うん。でもすまんな。もう全員コンプリートさせてもらう。ごめんなー。